波が多分地震のあと40分とかそのぐらいだと思うんですけど、向こうから来て、当時他的二十多个学生中有一个男孩被海啸冲走了。ずっと震災の後もピアノ弾いたり歌歌ったりするのが、なんかその子だって本当はこれからずっとピアノ弾いたり歌歌ったり楽しいこといっぱいあったはずなのに、その子のことを思うと本当にピアノを弾いたりするのがすごいこう罪悪感というか、なんかすごい申し訳ない気持ちになって、だからしばらくこうピアノ弾いたりとかもしなかったし、音楽聴くのも聴けなくって、6月の演奏会を聞きに行って、なんかそれを聞いた時に、なんか自分だけが聞いてて申し訳ないじゃなくて、なんか生徒にも生徒のお母さんにも、なんかこの音楽は届いてるんじゃないかなと思って、そう思ったらなんか弾いちゃいけないじゃなくて、ずっとピアノ弾いたり歌ったり教えたりずっとしていかなきゃいけないんじゃないかなと。接着为您播出古井贡酒特约之锵锵三人行。